里ウォーカー。今月のゲストは東海クロスメディア株式会社代表取締役、公益財団法人日本生産性本部地方創生カレッジ総括プロデューサー三輪智さんです。今日もよろしくお願いいたします。お願いします。さて、三輪さんの現在のお仕事は地方創生ということを伺っておりますが、はい、ごめんなさい、地方創生という言葉大変よく聞くんですが、具体的にどういうことかって言われると言葉に詰まる部分があるのですが、もう5年経つんです。これ実は国の事業として地方創生っていうの、はい、安倍総理言い出してから5年、はい、まあ、今話題になるのは大臣の答弁とかね、なんかちょっと残念なことが多いんですけども、ちゃんとご説明したいと思います。これは逆に言うとちゃんと知らしめてないってことなんですよね。これをご案内しました。地方創生って何でも頑張る元気な経営者も全て地方創生って言えますけども、それ一般保障としての地方創生ですけども、国の予算事業としての地方創生っていうのはですね、3本の柱があります。はい、これは一つには情報による支援、結局国の予算で地方創生のためにやる施策が3つある。情報っていうのがまず一つあります。それはですね、地域経済がどうなってるかっていう、その統計データがどこに人口分布があるとか、いろいろなね、売上がどういうところに起きているとかいうことをデータで地図とかグラフも使って読めるような、これはですねリーサスって言うんですけどね、地域経済分析システムっていうのがインターネット上で検索すると多治見の人口推計とかそういうのが見れるようなデータベースがあるんですよ、はい、これをどん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 リニューアルしながら公開しているっていうのが一つの地方創生の事業です。はい、国の予算をかけてその統計データのマップ上の分析ができるようになってるっていうところにお金をかけているっていうのは、実態が分からないと地方創生ってどうしていいか分からないですからね、はい、それが一つ、情報による地方への支援。二つ目は資金による支援です。これがまあ根幹になってきますけども、地方創生に関して国、これ内閣府の予算として地方創生推進交付金っていうのが一つあります。それぞれの地域の行政単位の市町村ですねが、こういうことをやって、例えば人口減少を止めたいとか、東京へ行ってしまう人々を戻したいとか、あと少子高齢化に対応させたいということに、事業をそれぞれがオリジナルで考えたことに対して予算をつけますよっていうのが地方創生推進交付金ですね。もう一つはこれに対して地方創生の拠点整備交付金っていうの、これはまあ箱物としてこういうものがないと、例えば今はこうありますけれども、こういう企業支援センターみたいなものの箱を作りたい、そこにはコミュニティゾーンもいるし、こういうもともとの防災無線のような FM 局も欲しいとか、そういうようなことを作りたいっていう行政の依頼がある場合は、立ち見はありますけどね、そういう時には地方創生拠点整備交付金というのがある。これはお金による支援です。もう一つは私も今関わっている人による支援、人的な支援があります。はい、1番目が情報、2番目が財政、そして人的な支援、3番目ですね、はい、これはですね、まず一つは自治体の市長さんとか町長さんの右腕となるですね、人材を国の、まあ、お役所から派遣してくるというですね、地方創生人材支援制度というのがあります。はい、これはやっぱり国からいい予算をちゃんと持ってきて地方創生に役立っている、あの市長さん村長さんってのは結構たくさん意思決定しなきゃいけないから、国の予算立てに対して詳しい人が来てこれで使って やったらいいよっていうことを支援する制度。そしてもう一つはプロフェッショナル人材事業ってね、これは民間の、まあ、都市部にいる企業の経営経験のある、まあ、帯人材を転職先として地域に貼り付けましょう、再就職、これは岐阜県
の県庁の横にあるシンクタンク庁舎で、まあ、要は県が受けてやっています。それともう一つが我々がやっている地方創生カレッジっていう授業です。これ e ラーニングなんですけれども、地方創生、例えば町おこしとか観光による人の呼び込み、いわゆるインバウンド対応とか、いろいろやりたいけどどうしていいかわからないということが多いので、それに対して大学の先生が喋ったり、実績がある人が説明したり、商店主が商店街の復興について経験話を話したりっていうのは e ラーニングの講座としてあるんですね。ホームページからメールアドレスを登録するだけで無料で、そういう講座が170もですね実はあって、それを学んでいただけるようにする、これが人による支援としての地方創生の3本の柱であります。はい、地方創生、言葉はよく聞きますけれども、国からそんな情報、それからお金、交付金ですね、そして人材支援と、それだけ手厚い支援があるということは知りませんでした。でも実際これだけのことを、国から与えられているのにもかかわらず、実際地方創生すごくうまくいってるよって、全ての自治体でいろいろなことが上向きになったよというふうには聞かれないのですけれども、この地方創生がうまくいかない問題点っていうのは一体何なんでしょうか。実際ですね、地方創生取り組むにあたっては、地方版の総合戦略、国自身も地方創生のために少子高齢化とか人口減少とか東京圏への人口の過度の集中っていう課題に対して国として総合戦略っていうのを立てるんですけども、それに対してそれぞれの地域の行政単位で地方版総合戦略っていうのを立てるんですね、はい、これを立てた上で個別にプログラムを作って、その事業に対して予算を申請する、それが地方創生推進交付金であったりとか拠点整備交付金になるわけですけども、国から言われて何かをするのではなく、自主的に何かを考えてこれだけお金が欲しいのでくださいという方法なんですね。に対してつくのが地方創生推進交付金ですね、うん、はい、これを立てるんですが、地方創生がうまくいっていないと言われる根源的な課題は実はそこにあって、はい、その地方版の総合戦略を8割以上の自治体は実は外部に委託してるんです。多治見の場合自分で作ってられる、はい、実は、はいはい、優れた自治体の一つです。また褒められた、8割以下です、それはでも実態は、はいはい、もう岐阜県内9割以上は外部に出してる。外部に出してること自身はそんなに悪くない。日本生産性分も受託してるし、そんなこともあるんですけども、それが結構便宜的に作られてしまったりして、実態に即してないっていう意味ですね。実際こういうことに困ってるんだけども、結局行政のやりがちで手続き申請で揃えてしまうっていう書類を、はい、ふと手続き上論理に整合性があったりすると認可してしまうわけですね。そこは信じてるからですけどね、はい、信頼関係、はい、でも実態はそういうことになっていて外部に委託してしまう。そこには大きく3つの壁があるっていうのは私が長年関わってきた中で見出してきた真理なんですね。3つの壁ですか、はい、はい、その壁というのは一体何なんでしょうか。それですね、まあ、そもそもちょっとこれ公務員の方の特性、まあ企業でもそうですけどもね、はい、その早いと1年2年3年で部署が変わってしまいますから、はい、今何が具体的な課題であってどうしなきゃいけないかということに対して理解が及ばない、要は知識の壁があるんです。知らないから、わからないからできない、これ実態としてあります。私自身も長年専門家として関わっていますと、組み立てが制度設計ができるんです、その産業振興であれば。でもそういった知見は潜在的な能力としてあったとしても部署変わってしまうと分かりませんよね。あと対話しない、するとクレーム受けるからなるべく対話したくないっていうのが行政の人たちの本音ですよ。まあ立ち見る場合は結構全然違うんですけどもね、それが一般的でありまして、そういう意味で知識の壁があります。それとやはり保守的な体質っていうか、いい悪いはさておき、そういう人たちが安定しているかといって行政に就職しますよね。そういう意味では何か新しいことって言われても、じゃあそれで成果上げたからって言って評価されるかって、それもない。そういう意味では意識の壁があるんです。意識の壁があってなかなか新しい取り組みに至らない。
だからどっかでやった事例があればそれを真似したいってなってしまう。それが集団になると組織の壁になるんです。どうしても責任もたらい回し、部署の間なんか来てもなんか投げ回しちゃったりすることあるじゃん。それは組織の壁なんです。知識の壁、意識の壁、組織の壁があって、なかなか行政の判断として変化に対して脆弱な体質、これは根源的に持ってるんですね。ですからそういうことに困っている自治体、問題意識を持っていれば担当を長らくいてもらって判断ができる、誰よりも詳しくなってもらうとか、長い人だと 7,8 年同じ部署にいる、それは行政としては異例ですけども、通常的にはそうあってしかるべき、私なんかは思いますね。私自身も岐阜県の産業振興8年やってますけども、そうすると見えてくるものたくさんあります。そういったことがないというのが一つの大きな課題だったりするんです。その壁があるのでどうしても地方創生がうまくいっていない。結構国が悪いって、ね、言う人もいますけども、国は国として実態はなかなか理解しえない現状もある中で、地方というか地域の行政の人たちがもっと現実に目を向ける必要があるということですね。それをなかなかもう限界が見えてきているので、じゃあもうみんなさん巻き込んでやりましょうというのは、今回私が地方創生カレッジの岐阜で展開した官民連携の講座だったりするんです。 e-learning 勉強しただけでは地方創生ってそういくわけじゃないです。知識があってもね、企業の経営もできませんけども、地方創生も e-learning 見ただけで、じゃあ長瀬商店街人が来るようになりますか来ないですよね、はい、そういうことに対して何をしなきゃいけないか、どうしたらいいの、どうしたい、今こんなことで困っていることを話し合った上で、そういう先ほど言ったような戦略とか必要なプログラムに落とし込んでいく、そのプロセスを定着させるために地方創生カレッジ in 岐阜っていうのを今年はですねやってきました。